万元本号、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 万慶法号、万慶法号は、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮の可客船。船名は、平安郊外にある山、万元峰から名付けられた。万元本号と、近日生80歳記念に1992年に寄贈された、万元本92がある。北朝鮮を支援する在日韓国。 朝鮮人らの資金により建造されて、日本での工作活動を中心に用いられた。1971年5月に初代の万元ミネが収益した、貨客船。北朝鮮にある海運大学が船を所有しているとされている、2017年の、ウラジオスト・クラソン航路開設時。万元本号は在日本朝鮮人総連合会、朝鮮総連の資金で建造された。 北朝鮮と日本を往来し、北朝鮮への送金や工作活動に活用されていた工作船である。1984年まで在日朝鮮人の機関事業に使われ、以後は貨物船となった。北朝鮮は外国人観光客誘致のため海上観光の航路に万行本号を就航させようとしていたが、老朽化のため改修に膨大な資金と機関を要する。 ことから難航していると報じられていた。2017年5月8日より、ロシアのウラジオストクと北朝鮮のラソン経済特区を結ぶ定期航路が開設され、この航路に、可客船、マンヨンボン号が使われることが明らかとなった。しかし、ロシア側の受け入れ体制が間に合わず、2017年5月17日午後に、ラソンのラツコを第一便が出発し、18日早朝に、 ウラジオストク港に到着、一週間ごとに両港を往復する。ロシア側の説明によれば、乗客に北朝鮮人はおらず、ほとんどは中国人であるという。2017年6月7日から8日にかけて、日本の富士ニュースネットワーク取材クルーが、北朝鮮のラソンからロシアのウラジオストまで乗船、内部を詳細に撮影している。内部は一定の階層がなされているものの、 乗客として乗っていたのは取材クルーのほか、日本人二人と、ラソンで働く、ロシア人三人で、観光客などはいなかったという。一時は、国連安保理の経済制裁の影響による、港湾使用料未払いから、ロシア当局からの入港拒否通告で運航を、停止されていたが、同年10月に再開したことと時刻内で、 北朝鮮へののの制裁を強めるるる。中中国の密輸の中継に利用されてていいことが分かっている2017年10月からは不定期運航となり米や小麦などの積み荷を運搬する貨物船となっていたが2018年2月にロシア当局からウラジオストク港への入港接岸を拒否され食料と燃料が尽きたため2月3日には遭難信号を発信した遭難信号を受けて 食料品などが補給されたが、2月9日には、国連制裁決議違反の恐れがあるとしてロシア、連邦保安局から、ロシア領海からの退去を求める手続きが取れ、2月10日には、北朝鮮へ引き返し始めた。万四本九十二は、金日成の80歳の誕生日を記念して、北朝鮮を支持する在日韓国、朝鮮人の寄付で集めた資金で建造されて、 北朝鮮に寄贈された。1992年に環境北道精神史で浸水した。近日生の特別室を含む数十部屋のキャビン、レストラン、カラオケ機器のあるバー、売店などが内部にある鮮明の92は浸水年を表す。なお、2017年5月からウラジオストク、ラソン航路に就航している船は全面回収を施した初代の万ンボン号で、 万元本九十二とは異なる。1992年6月より主として、日本の新潟と北朝鮮の元山の間に就航、不定期していた片道27時間。旅客輸送では、在日本朝鮮人総連合会、朝鮮総連が窓口となり、取り扱うのは、在日朝鮮人の祖国訪問、親族訪問等や親戚への物資の輸送。 朝鮮学校の修学旅行等であった後に入校禁止につき運行停止。元山、新潟間とは別に神戸港からの在日朝鮮人の里帰りや朝鮮、高級学校の修学旅行に伴う高校を行ったことがあるほか、朝鮮総連など日本人を含む日本在住者による北朝鮮を支持する団体等も朝鮮訪問に使用していた後に衆議院議員となる 辻本清春等が設立したピースボートは1996年に万元本号をチャーターし運行したことがある。この時は旅客に加えていわゆる苦難の行軍と呼ばれる食料不足を支援する物資も積載しての航行であった。元山、新潟間の国際航路では一般向けの乗船募集、商業運行は行っていない。2005年に ピョンヤンの近日制スタジアムで開催される予定であったサッカーワールドカップアジア地区最終予選の北朝鮮対日本戦を観戦する一般日本人向けに乗船を受け入れる計画があったが第三国開催無観客試合となったため実施されなかった2006年7月5日北朝鮮によるミサイル発射実験が行われ日本政府は 万元本92号に対し半年間の日本入港禁止措置、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法を出した制裁当日に新潟西港入港予定であり、人道上の配慮から日本在住者のみ上陸を認めた。また、2006年10月9日の北朝鮮の地下核実験の成功の発表を受けて、10月14日付で入港禁止対象を 北朝鮮のすべての船舶に広むした。その後、幾度にわたる期限延長により、万元本92号を含め、北朝鮮の全船舶は、現在も入港禁止となっている。2011年8月30日より、夏から金剛山までの外国人向け観光船として、運航が行われていた。2018年2月6日に、新前公演を行うため放還する。 三知園歓迎楽団を乗せて韓国、住古港、関温度東海市に入港。歓迎行事はなく、韓国の保守団体が、韓国国旗や正常旗を持って集結して、金正恩の写真を燃やすなど、抗議活動を行って、厳戒態勢が敷かれた。到着後に、韓国政府に対して、燃料提供を求めていたが、2月9日に突然、撤回され、2月10日に、 北朝鮮へ寄港するため出発した。船内の様子などは、ドキュメンタリー映画、ディア、ピョンヤンなどで見ることができる。万元ン,ン,ン号の喫水船下の船底塗料は、価格の安い、トリブチルスズ、TBT イコール有機スズを使用している。トリブチルスズは微量でも、人体や環境に大きな影響をもたらす環境ホルモンとして、問題視され、ため、万元本号の入港は、 環境面からも大きな問題があるとされる。現在は国際海事機関インターナショナルマリタイム・オーガニゼーションの TBT 規制の条約が発効し、TBT 船底塗料を用いた船舶の日本入港は禁止されている。この船にまつわる疑惑としては、元北朝鮮工作員の証言から輸出規制品の密輸、外め法違反に抵触する大量の現金、 1>, 1万円、紙幣持ち出し、日本で活動する北朝鮮工作員の連絡活動、北朝鮮工作船の支援などがある。日本と国交のない北朝鮮であるが、万行本号を利用して、コンピュータ部品やステンレス材などの弾道ミサイル部品、あるいはミサイルの加工機械など、バッセナーアレンジメント金製品の意の持ち出し、 覚醒剤の持ち込み、偽札の持ち込み、外為法に違反しての現金、日本円の持ち出しなどがされてきた。ソニーコンピュータエンタテインメントのプレイステーションなど、日本製の家庭用ゲーム機器の持ち出しも確認されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。